はい、酒好きな、新潟人の飲酒動画始めていきたいと思います。今回もね、またね、また日課のシードルなんですが、今回は、2014年の新酒の、ヌーボスパークリングとなってます。国産津軽リンゴ 100% 使用の2014年の新酒。もう今2015年なんだけど、2015年なんだけどね、2014年新酒とか言われてもなんか、あれなんだか。これ、これいつ買ったんだっけ。アルコール度数がなんと驚きの 2%。すごいな。少なすぎる。糖分、香料、着色料一切加えず、2014年に収穫した津軽リンゴのみで醸造した新酒のスパークリングワインです。優しい甘さとフレッシュで爽やかな酸味が特徴です。容量が 200ml で200円ぐらいだそうです。原材料がリンゴとリンゴ酸と酸化防止剤。これ俺いつ買ったんだっけな？もうだいぶ前に買った気がする。まあいいや。飲んでいきます。多分3ヶ月前ぐらいに買って、よ、何ヶ月前だったかな。でも3ヶ月前ぐらいに買ったってことは、12月ぐらいに買ったのか。あれどうだったかな。3、4ヶ月前に買った気がする。乾杯。うん。ああ。うん。あ、これ美味しいですね。日課シードル。あ、3月3日。今日あれですね。七夕じゃないや。なんで七夕？ひな祭りですね。あ、なんか、Google のあれが、変わってる。あ、2010年の10月に発売。10月の1日に発売みたいですね。これね。じゃあ案外2014年の新酒っていう割には案外あれなんだね。2014年の新酒っていう割にはなんか、そもそもリンゴが取れる時期が結構冬っていうか秋なのかな。俺あんまそこら辺わかんないですけどね。リンゴ 100% のスパークリングワイン。日課シードルの冬季限定商品として、日課シードルのヌーボスパークリング2014を11月4日からか。11月4日から2015年1月末までの期間限定で全国で発売します。へえ。あ、やっぱもう秋っていうか冬に近い秋なんだね。あ、やっぱだ、多分4ヶ月前ぐらいに買ったんだ、これ。日課シードルヌーボスパークリング。2014は冬季限定商品として2014年に収穫した津軽リンゴのみを使用して糖分、香料、着色料一切加えて醸造したシードルです。優しい甘さでフレッシュな、フレッシュで爽やかな酸味のあるみずみずしい味わいが特徴です。またアルコール度数が 2% の、2% と飲みやすく、20代から30代の女性アルコールライトユーザーに広くご愛いただいていますと、うん、日課シードルについては2014年の1月から8月で前年比 117% と非常に好調に推移しています。ほう、日課ウイスキーの創業者竹鶴正隆は1960年に、シードル作りのために、弘前工場を
就航しました。以降、日華ウイスキーはウイスキー作りとともにリンゴ加工技術の改良を続け、情熱を注いできました。今年は創業80周年ということという記念の年であり、日華シードルの飲用シーンがさらに拡大することを期待しています。だそうです。うん。これはちょっと結構あれだね。違うね。これはリンゴだなっていうのはわかるな。うん。うん。これ、リンゴだなって。わかる。日華シードルの中で唯一なんか、今まで飲んできた中で一番なんか、リンゴらしい。リンゴらしいリンゴって感じ。うん、リンゴらしいシードル。結構美味しい。先ほどですね、もつ。スーパーで買ったもつを、食べてたんですけど、食いながらね、例の、なんだ。天馬飲料の梅ね。割り梅っていうか、梅、ん?なんだっけ。天馬飲料の、なんだっけ。梅割りのやつを飲みつつ、ね、食ってたんですけど。まあ、俺知らなかったんですけど、まあ、もつっていうのは、どうやら、まあ、もつっていう部位があるんじゃなくて、もつっていうのは内臓のことらしいです。いわゆる。鳥とか豚とかの内臓の総称らしくって、だから、今日食べたもつは美味しかったね。案外。なんか、前食った白もつ?豚の白もつだっけ?なんか安いやつ。あれはまずかった。何がまずいってさ、なんか噛んでも噛んでもってさ、全然さ、なんか、こう、いつ飲み込めばいいかわかんないよ。なんかガムみたいな感じ。で、あれ、白もつあれ、焼肉用としてはダメなんじゃないかな、あれな。全然噛み切れないもんね、白もつね。小腸なのか、大腸なのかわかんないけど、腸の部分ね。でも今日食べた、そこらのスーパーで買ったやつは、すごい柔らかくて普通に噛み切れて、噛んでると、もう普通にぷわーっと、ね、噛み切れるタイプのやつだったんで、美味しかったんですけど。なかなか、ちょっと謎ですね。白もつ安いんだけどな。うん、ホルモンとかね。ホルモンはあれ、名前の由来がホルモンらしくて、もともとは捨てるものだったという話らしいですね。まあちょっと今日食べたね、もつで、ちょっと俺嫌いだったんですけどね、あれ、
最初にまずいやつ食ったんで、全然噛み切れなくてさ。あれはいわゆる安いやつだったから、あれなのかな？わかんないけどね。うん。まあ。うん。普通に結構美味しかったですけど。まあでも、一番俺好きなのはね、レバー。レバーが俺大好きなんで。安いしね。レバーって安いしね。鶏のね、ハツも大好きです。なんか、ホルモンっぽい、あれ心臓らしいですね。なんか丸くはないけど、ちょっと楕円形のさ、なんか、あれ心臓らしいですね。ハツっていう。ハツっていうのは心臓っていう意味なんですけど、あれもうまいよね。俺はあれ大好きなんですけど、ハツね。肝臓も好きなんですけど、レバーも大好きだし、鶏のレバーと、ハツは大好きだね。うん。うん。レバーは基本的に、外れはないな。うん。俺、レバー大好きなんでね、臭さと、またあれがまたね、いいよね。あれは濃厚さと臭さと、ね。あれはやばいね。うますぎ。しかも値段安いしな。微妙で、やけに一番安いよね。でも、ホルモンも安いけど、それと同じくらい、なんか、ね、100グラム、いくら ?60 円くらいで売ってるんじゃない？大体ね。うん。安いよね。ホルモンも多分、白もつとかだもん。めちゃくちゃ安いみたいです。あれ。白もつが一番安いんじゃないかな。30円ぐらいで売ってるらしい。100g 30円ぐらいで売ってるとかなんとか。場所によりけりだと思いますけど。なかなかね、あれはね。白もつはあんま俺、多分安いやつあれ多分ね、白もつはね、ほんと安いやつっていうか、白もつ全般的に、あれ、もつ煮込みで食うんじゃない？あれ。煮て食うように作られてんじゃない？あれって。作られてるっていうか。うん。あれ、噛み切れないよ。普通に。普通に噛み切れないから、もう嫌いなんだけどね。はい。ということで、日課シードルね、2014年バージョンは、3444です。ご視聴ありがとうございました。